さあやっていきましょう、サバイバルオブザフィットスト。今回はアップデートが入って、とりあえずもうテリジも、まあ、キラコはまだギリ使えるんですけど、もう完全にキラコは、キラコじゃない、テリジは死んじゃって、現環境だと、ちょっとこの辺絶対激戦区になると思うんで、一旦この辺とかに、降りちゃう？いや、この辺でいいな。OK？ あの辺降りてもいいけどね、全然。勝ち残りゃいいわけだから。とか言って、すぐ死んじゃうパターン、全然あるんで。さて、さてさてさて。今回は、まあ、スピノに乗ってもいいんだけど、まあもうスピノは今もうほとんどの人がみんな使っちゃってるので、まあスピノね、あの緑行きたいな、それ絶対いっぱい来るでしょ、みんな。なんだったらもう来てんじゃないっていう話。 OK 取れた。なのでアローが左にいると、はい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 、まあ、早速もうスピノ行っちゃってもいいけどね。ちょ、個人的には、最終的にケントロに乗りたいです。ちょ、ケントロ強いんじゃないか説、僕の中であるので。あ、痛い。ブロッドが最強だわ、もう。頼ます。やめさせて。でよラストアタック取ろう。ちょっと待って、もうやめて。ふざけてるふざけてるふざけてる。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、やめて。というわけで今回はそうですね、今現環境の、ソロですね、ソロで、戦う場合の答えをお見せしましょう。ディボでも多分今日乗る生物強いと思います。まあ、てかスクワット、いや本来スクワットのイメージの生物なんですけど、実はソロで強いっていうのをちょっと今回お見せしたいなと。なんとかそんなこと言いながら負ける可能性は全然あるので、まあ僕のスキル次第っていうのもあるのかもしんないけど、あ、そういうことしてくる、やめよう不毛な戦いはね。うん、そう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 、やっぱ激戦区だねこの辺はね、中央ね。でも平原はね、あ、まあでもこの円的に中央も来るのか、平原ね。川沿いはねやっぱみんな降りていくんですけど、てか全然生物がいないよ。どうした、この世界平和にあった、うん、そんなことなかったな。あ、アマルか、ちょっと俺敵対してる、そんなことないよね、気のせいだよね多分、気のせいだと思いたい。え、気のせいじゃないあれ、嘘、あいつ撃退すんの、アマルガね。え、アマルガで行く、あれアマルガもありよ、俺はアマルガ結構好きだけど、すまんね。今回は君じゃないんだ。あーってかクレートガンガン取られてんな、あそこの平原の。まあ、いっか。いやいや。とりあえず狩るのからスタートしよう。はい。やめて。さ、俺のお目当ての生物は、そんなに普段めっちゃ湧いてるってわけじゃないので、いや、いるのはいるんですけど、ちょっと脇はね、少ない方の生物なので、まあ、言うて、雪山に行けばいるでしょっていう感じで。さあ、いるかな？お目当ての生物は。
この辺にポンっているはずなんだけどな。あ、いた！ユーティ！君だよ、君！君は、ソロ最強だから。ちょっと待って。先に、ダイヤウルフを。理論的には、ユーティは、最強なんですよ、ソロ。俺の中では。ちょっと待って。なぜかというと、この子はまず、チラコに対して、ちょっと待って！もう！もう、最悪もう。もうダイオド大嫌いになる、マジで。そんなことされた。ダイオドいすぎじゃない？てか。そう、いくらさ、まとまってさ、てか、でも気圧になっちゃってる。この子、カルノ。いや、クレートも俺まだまともに集まってないんだって。それまず、あ、ユーティいる！よしよしよし！オッケーオッケー。ユーティじゃなかった。ユーティじゃなかった！あ、ユーティ！オッケー。そうね。めちゃくちゃいるってわけじゃないけど。オッケー。ちょっと出遅れたけど。ほら。意外とあるでしょ？で、この子は、やっぱもともとスタミナ高い方なんで、上がったらね。だから、走れるし、ティラコに、これね、デバフで強く出れるっていう。で、今ね、現環境で一番使われてる生物としては、スピノがいるんですけど、まあ、ティラコとスピノが多分2大トップで使われてるんですけど、スピノよりも多分ヘルスが高いと思うんですよね。今これティア1で2300ですよ、UT は。ティア3だと、ちょっと全然正確な数値覚えてないな。あー、それいける？あー、戻ろ。ユーティー、これはね、これはかなり来てると思うけどな。穴場ダークホースだと思うんだよな。特にソロだとね。オッケー、ティア2。さあ、ティア2にもなりつつ、まあ最初の円はね、普通に、背負いながら、でも全然余裕なんで、この辺を買ってポイントにしていきましょう。あと経験値ね。待って、カルノにそんなに入るのダメージ。それティア3じゃん、一撃じゃん、デバフ入れたら。ちょ、その辺のワンモスちゃんを借りたい。いや、強っ！これ強いでしょ！野生でこれですからね。下げてくるという、攻撃力を。ポケモンみたいなバトルしてるな、今。マンモスとユーティ。これ逆に言えばマンモス使いも出てくる可能性あんだよな、これ。攻撃力を下げるっていう。マンモス体力高いしね。足の速度的には、ユーティだと第2円でも、スタミナ回復しつつ、いけば、なんとか間に合う感じかな。まあ、一回円に出て、がっつりスタミナ回復してもいいけどね。はいはい、これこれこれ。いけいけ。さっきのクレート赤いってもよかったな。行ってやろうっていうやつがね。あ、なんかいっぱいいるなぁ、なんか、下に。なんだそれ、なんか、ティラコばっかか、それ。ペリジ、ティラコね。はい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 。まあ、無駄に戦うのはやめようや。ペリジいるね、まだ。ペリジね、弱いんだけどね。アップデが来て、一発目の人たちなのかな？でもね、乗ったらもう明らかに違うんだよね、もう。ちょ、待って、そこで死ぬの？何それ？どういうこと？びっくりなんですけど、なんかいろいろもらった。やったやったあ、一気に入ったね、いろいろ。はい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 。まあ、ティラコは嫌だよね。スピノ、
ティア2か。いや、これね、ユーティは、これ立ち回り的には、僕が考えてるのは、もう、漁夫だったりとか、本当に基本的には戦わない。戦わなくていいんだったら戦わない方が、いいんで。これ、これ来てる？これ仲良し恋しできない？7チーム。あそこに1。デスピノのチームが2。で、3。あれ、気づかれてるね。おらー、おい、デバフ、おい、見たか、デバフ、おいおいおい、なんで喧嘩売ってきた、お前マジで、なんで喧嘩売ってきた本当にデバフ効く生物なのになぜ喧嘩売ってきた、お前やめてくれ、その不毛な戦い。俺だって戦いたくないんだ。戦わなくていいんだったら。おー、ちょっと待って待って待って、え、あれ、やだー、その2体っていうのはね、ちょっとユーティには荷が重い。それ、あれ、ティア21体だったらあれだけど、あー、いるね、あそこにティラコが。ちょっと一旦ね、回復挟んで、多分歩兵があと1匹草むらにいましたね。で、僕で、あれ、どっか誰か隠れてるね。じゃあもう1匹か、まだこの島に集まってきてないか。どこ、うわー、その先ね。オッケー、はい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 。あー、隠れて行ってんね。てか俺装備が弱いんだ。なるほど。あ、スピノが追ってる。それ、クレートで鉄装備欲しいなっていう感じ。あー、テリジ来てるねー。それはめんどくさいよー。やめやめよ、ここでね、無駄な戦いはマジ一番良くないから、ほんとに俺は勝ちに来てるからね、ほんとに。ちょっとスタミナ管理しっかりして、え、ちょっと待って、あと5チームね。いや、まだ全然、まだ全然。でもタイミング見て、でもね、行くときは行った方がいいんだよ、絶対。それこそ恐竜。お！あ、はい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 。それはもういいんじゃないって。一回下がろうか。一回下がろうか。無理しない無理しない。回復する。歩兵が、あそこの左側の海岸にいますね。あと1分耐えてほしい。無理せず行こうか。あと5チームいるからね。あと4チーム。歩兵が2。歩兵が2。やってる子がやってくれるでしょ、歩兵。あと20秒ね、 OK。 歩兵があそこにいるね。うん、出る。じゃあ俺らの戦いだ、頑張ろう。
残念。俺は回復が使えるようにしてたんだ。さあ、いいのかな、俺に回復の時間を与えて。あ、あれ装備拾いに行く？あ、まあいいか。いい。これは落ち着いてクールダウンを待って攻めます。いや、あれ降りてキラコ、いや絶対キラコ乗ってた方が正解だったでしょう、向こうの人。あと10秒ね。あ、やった、しくった。あ、ちょっと何やってんのマジで、ふざけてる。ユーティーさあ、俺意味がわからない。ちょっとあのプレイミスはね、ちょっともう終わってるね。ちょっともうちょアーク何年やってんだっていう、まあサバちょっと勝ってたじゃんねえ。なんで殺したのなんで殺したし、しかもなんか別に殺した後もなんかちょっともうちょっと上手くやれれば勝てそうだったし、向こう裸だったからさ、ポリケを巻いてさ、まあちょっととりあえずユーティーが強いのは伝わったかなっていうのでいやそんな、うわー納得いかんマジで、なんであそこでトークンにしちゃうかなユーティーを意味がわかんない、もう